関谷成景明治29年1月8日は日本人初の地震学者、世界初の地震学教授。関谷成景は安政元年12月11日、大垣藩士、関谷玄介の長男として歩行長に生まれる。陽名は玄太郎と言った。成景は7歳の頃から藩校に通い、読書と習字を学んだ。また、 早くから英学を習わされていたという。明治3年17歳の時、大垣反抗申請に選ばれ、大学南校に入学する。大学南校の教師は皆外国人で、外国語の教科書を使い、外国語で授業が行われた。大学南校は、明治7年、整形21歳の時に東京海星学校となり、整形は工学本科の第一学年生となる。 明治9年、文部省派遣海外留学生として、機械工学を学ぶため、イギリスに留学した。早うわずらい、翌年帰国。明治13年2月、横浜地震が発生。この地震の発生前から、東京や横浜の外国人地震学者の間で、地震や火山について議論するための学会設立の話が行われていた。同年4月、 世界初の地震学に関する学会、日本地震学会地震学会が設立された。同時期、地震学会設立の中心人物の一人である、東京大学機械、工学科教授ジェームズ・アルフレッド・ユーイングのところに、准教授として、関谷政権が雇い入れられた。日本での地震研究が必要と、神田一橋の大学校内に地震学実験所を建設し、 同年暮れから地震計を設置して記録を取り始めた。生計はユーイングの地震観測のための補助役だった。生計の地震学者としての本格的な活動は明治16年30歳の頃である。地震学一般という論文を発表、世界の地震学の遅れや地震計の製造、改良が急務だと主張した。同年6月、ユーイングがイギリスに帰国し、 書き残した地震検測論という論文に地震観測の成功の多くは、生計の尽力によるもので、帰国後のことを生計に託せたのは幸せなことであると記している。ジョン・ミルン・ユーイングの帰国後、生計に影響を与えたのが鉱山学、地質学の教師、イギリス人のジョン・ミルンである。ミルンの発想や方針、そして分析の多くを吸収しながら地震学の研究に取り組んだ。 その業績の一つが日本全国にわたる地震観測網を作り上げたことであった。また、地震に関する知識の普及と啓蒙にも尽力している。生計31歳の時、全国の府県庁、軍区役所など約600カ所に地震報告心得という文書が配布され、地震観測報告が東京気象台まで届けられるようになった。地震報告心得は、 政経が作成した報告にあたっての注意事項で地震動の強弱を微、弱、強、列の4種類に表して報告するよう求めている。日本における震度階の最初である。明治18年、世界で初めての地震予知に関する本格的論文、地震を前知する法位間を発表する。明治19年、東京大学が帝国大学と解消され、 成計は帝国大学理科大学教授に任用され、世界初の地震学教授となった。明治24年10月28日、岐阜県、愛知県を中心とする農尾地震が発生した。マグニチュードが8.0と推定されている大地震で、日本全土で揺れを体感するほどであった。成計は、地震発生の翌日、故郷、大垣などの被災地の人心を安定させるため、 震災地方の人死に次ぐなど、地震の特質などを執筆し、新聞社、県庁、警察署、市役所、町役場、病院などに配布した。同年11月17日に政権は、地震研究の発展と、震災予防措置の講求が必要であるとの考えから、国家事業として、農美地震を徹底的に調査する委員会の設立を政府に対して県議している。 翌明治25年6月25日、文部省の機関として震災予防調査会が発足し、政形はその委員の一人に任命された。政形は調査会の事業概要や活動方針の立案などに携わりながら、その基礎整備に尽力した。大垣市内にある関谷政形誕生の地席費。ありがとうございます。